案件お出かけチャンネルは、さまざまなシチュエーションで使える東海地方周辺のお出かけ情報を配信します。今日は名古屋市中川区にあるラーメン絆に来ました。場所は小金の陸橋から大須方面に向かうとすぐ左手にあります。名古屋高速小金インターチェンジのすぐ近くです。駐車場は店舗前に2台分しかありませんので、運悪く空いていなかったら周辺のコインパーキングに駐車しましょう。ここは前から気になっていたんですが、なかなか来ることができず、ようやくの来店で楽しみ。インパクトのあるド派手な看板、ではお邪魔します。ご希望のメニューを押してください。入ったらすぐ目の前に券売機、メニューはたくさんあり、ラーメン以外にも餃子や唐揚げといったサイドメニューもいろいろあります。波味噌ラーメンにしよう。お好みの設定に二郎系ラーメンということで、野菜、麺、油、ニンニクの量を自由にカスタマイズできます。ここで選べる分は全て無料。野菜ちょい増し、麺 300g、油普通、ニンニクちょい増しでいいかな。画像でも分かる通り、ラーメンだけで量がすごそうだからこれだけでいいや。光の加減でメニューが見にくかったので、こちらをどうぞ。食券を渡すときに麺の細麺か太麺かを聞かれ、迷わず太麺でと即答。最近めっきり太麺にハマってます。細麺だと替え玉無料なんだ。アルコール以外の持ち込み自由って、結構何でもありなお店なんだ。席はカウンターとテーブル席が2択、あと座敷テーブルが2択あります。案件お出かけチャンネルは、東海地方周辺のお出かけに役立つ情報を配信しています。なんじゃこりゃ、とんでもないチャーシューだ。チャーシューがでかいのは分かってたけど、でかすぎだろってツッコミを入れたくなるサイズだ。もやしもかなりあるな。波でこのサイズのチャーシューだもんな、すごいわ。写真じゃ分かりづらいかもしれないけど、もやしの量がほんと半端ない。ではまずはスープから。お、うまいぞ。これは味噌豚骨かな。次はチャーシュー。うわー、すごい。箸で割れるくらいの柔らかさ。これはやばい、うまそうだ。まずはこのもやしをなんとかしないとな。ニンニクもたっぷり。いただきます。シャキッとしてて歯ごたえもあって美味しい。麺が食べたいけど、上に乗っかっている野菜とチャーシューが重くてなかなかうまく取り出せない。麺は中華麺みたいな感じの太麺で、もちもちしててうまい。
山盛りすぎて飛び散る飛び散る。チャーシューうんま、とろっとろでめちゃくちゃ柔らかい。このほろほろのお肉、あーこれはたまらんうまい。しかもラーメンもチャーシューも熱々でぬるいのが嫌いな自分としては最高。味も味噌ラーメン専門店に引けを取らないくらいなかなかうまい。ニンニクも多めがおすすめ。太麺ってなんでこんなに中毒性あるんだろう。自分だけかな。店内には昭和90年代のちょっとレトロな BGM が流れています。音楽改装法というこのお店のこだわりらしく、懐かしい曲を聴くと過去の記憶を呼び覚まし、脳を活性化し認知症の予防をしてくれるそうです。そんなことが書いてある紙が目の前に貼ってあります。こんな美味しいものを食べながら認知症予防ができるなんて最高じゃんって思ったけど、体にはあまり良くないだろうな。チャーシュー重っ。トッピングで350円払えばこの極大チャーシューがもう一つ増えます。けどこれを2つ食べれる人なかなかいないと思う。野菜でお腹が膨れてきちゃった。もうこれはチャーシューを超えて角煮だな。ここのこの塊肉を切って分けたら多分他のラーメン屋のチャーシュー麺の3倍分くらいの肉量あると思う。全部食べきれるかな。あーやばい、苦しくなってきた。まだこんなにチャーシューが。ここに来て野菜を増したのちょっと後悔。なんだかんだで頑張ったぞ。スープはもう飲めません。ごちそうさまでした。ほんととんでもない量だったな。女性や小食の人には野菜やチャーシューが多すぎるから小ラーメンをおすすめします。しかし1000円以内でお腹が破裂しそうなくらい満腹に食べれるから、逆に若い子には神がかったラーメン屋さんだな。もちろん味も美味しかったし、他にもいろいろな味があるので
また来店したいなと思います。次は豚骨ラーメンにしてみようかな。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。チャンネル登録してぜひ参考にどうぞ。